封印の祠で化け物を見たそうだな。しかもそやつを追っ払ったそうではないか。とそれどころではなかった。はじめまして、さっきは助けてくれてありがとうございました。私の名前は静香です。びっくりしちゃいました。あんな怪物を追い払うなんて。静香御前は由緒ある家柄の出でな、たまたまこの鬼ヶ島までおいで。静香御前よ、またどうしてこんなと。それはまあ将軍家の姫御前ともな、詳しくは追求いたしませぬが、この状況での一人歩きはお控えを。何、さて緊急事態ぞ。お主たちが会った化け物だが、奴の姿を私も見た。町を越え、あやつはおそらくにわかには信じがたく。神食い、そんなさ。神食いを知っているか。神食いというのは恐ろしい古代の怪物です。大昔に突如地上に現れ、神々と人間に牙を向け討伐されたと文献で読んだことがあります。強力なものを倒すことかなわず、やむなく封印したとか。その一帯が鬼ヶ島に封印されているという言い伝えがあってな。いや、まさか本当だったとは。とそこで一仕事頼まれてはくれぬ。神食いの出す容器に当てられた妖怪たちが騒ぎ出せば、この島も危ない。そうなる前に一刻も早く壊された祠の封印を。すまないが、私は神食いで動揺している町の皆を落ち着かせねばならない。まったく鬼ヶ島の連中も。喜一さん、その封印修復のお仕事、私。なんと、そんな危険な場所に一人で行かせられないですよ。さっき、いや、まあ一緒なら。私だってちゃんと自分で自分の身ぐらい守りますよ。はっ、仰せの通りでありますな。それでは手助けよろしくお願いします。私少しでもお役に立てるよう頑張ります。